ジャガー XJ220 とは、イギリスのジャガーが発売していたミッドエンジンスポーツカーである。名前の由来は、最高速220マイル H を目標としていたことによる。インテリアエンジンルームもともとは、ジャガー社内の技術者たちがサークル活動の一環として開発したものが発端となっている。1988年のバーミンガムモーターショーにて、プロトタイプが公開された。 ボディパネルはアルミニウム製で、シャシーはアルミハニカムをアルミ板で挟んだパネルによるモノコック構造。フロントには可変式のスポイラーを装備、サスペンションはダブルウィッシュボーン式を採用し、レーシングカー並みのセッティングを施していた。ボディのデザインは幻に終わったレーシングプロトタイプ XJ13 をモチーフとした。インテリアは このリーレザー製高級レザーハイドのトリム、ミルトン製、ウールカーペットなど、そのレーシングカーに準じた性能とは裏腹に、ジャガーらしい豪華なものであった。ショーデビュー当初はまだ市販が決定していなかったが、たちまち1500台に及ぶ注文が殺到し、後に TWR との連携で市販が決定した。デビュー当初は6.0リットル V 型12、気筒 DOHC を、 ミッドシップレイアウトで搭載したフルタイム4リンク同社になる予定であった。しかし生産化が正式に決定した後、これでは重量があまりにも大きくなることが分かり、やむなくグループシーカーの XJR-10 に使用されていた3.5リットル V6DOHC ツインターボエンジンを MR レイアウトで搭載することとなった。最高速度は目標の220マイル。 H には届かなかったもののカタログで200マイル H 以上を歌い、実際にも時速3 4 7キロメートルであり、当時としては世界最速だった。0時速1 0 0トル加速もわずか3.9秒と高いポテンシャルを持っていた。市販モデルは1991年の東京モーターショーで発表。価格は29万ポンドで、当初は名前にちなんで、 限定220台の予定だったが、世界的な後継機により注文が殺到、急遽生産台数が350台にまで引き上げられた。前述のエンジンの問題を解決するため、実際のデリバリーは1992年まで遅れてしまったが、打ってかった時は世界的不況、さらには V 型12気筒エンジンが搭載されないことへの不満や同時期に、 TWR が発表した XJR-15 と市場が競合してしまったことなどからその高いポテンシャルにもかかわらず最終的には281台ほどしか売れず日本への正規輸入もなかったエンジンはドライサンプで水冷式ターボチャージャーと空冷式インタークーラーを備えていたボアファイ 94mm ストローク 84mm で 3498cc 最大出力は 500HP 6500RPM 472ポンドフィート 5000RPM ホイールはフロント 9J17 リア 14J18 のアルニウム製センターロック式タイヤはフロント 24540ZR17 リア 34535ZR181993 年のルマン24時間レースの カテゴリー4に XJ220 のレーシングバージョンである XJ220C が3台出走。うちジョン・ニールセン、デビット・ブラバム、デビット・クルサード組が総合15位クラス優勝を果たしたが、2週間後に排気系のレギュレーション違反が発覚して失格となった。その後もたびたび出場しているが、スポーツカーとして、そして、 レーシングマシンベースとしては大柄なボディが災いし、目立った成績を残せないまま1995年前後にサーキットから去っている。1995年ノルマン24時間レースに、リチャード・パイパー率いる PC オートモティブから2台エントリーしたうちの1台は、後にナンバーを取得し、現在は日本に存在すると言われている。ABCDEFG、スポーツカーカタログ録。 P125 スポーツカーカタログ原文録 P122 ありがとうございます。